はい、皆さんこんにちは。信長の野望創造の続きをプレイしていきたいと思います。現在の情勢ですね、簡単におさらいをしておきますと、現在ですね、まあ、大大名が見ての通り、まずは徳川、そして近畿地方一円を抑えている石田、中国の毛利、九州の島津、四国の長宗我部といったところが、まあ、いわゆる大大名というところですね。ちなみにですね、関ヶ原シナリオで、まあ、プレイをしていまして、関ヶ原の戦いは史実通り、まあ、東軍の勝利、徳川方の勝利で石田方の、まあ、敗北という形になったんですが、石田は見ての通りむしろ勢いを増していると。で、豊臣はもうすでにこの、まあ、なんて言うんでしょう、中国地方と近畿地方との間、まあ、神戸とか姫路とかね、この辺りを、まあ、なんとか保っているというのが精一杯で、現在はですね、すでに豊臣と石田は戦闘状態にあるというところですね。で、これからのやり方なんですけど、とにかくですね、徳川と今戦っても勝ち目はありませんので、外交を強化していきたいと思います。あと外交できるところどっかあるかな。徳川ともちょっとね、同盟結んどいた方がいいですよね。徳川と今戦いたくないんですよね、とにかく。なので、徳川と戦わなくて済むように、ひたすら周りの大名家と吉見を通じておきましょう。まあ、この辺りはいいでしょう。で、あと朝廷もやっておきましょうね。どうしようかな。とにかく徳川とは戦いたくないという方針がありますので、徳川と同盟関係にある国と戦うのはやめましょう。パッと見あるのが福島、それと伊達、この辺りですね。それではですね、早速ですけども戦っていきたいと思います。まずはこの海津城攻めですね、行っていきましょう。とその前に内政を一通りやっておきましょうね。
一気が発生していてできないと。御用を受けたまわります。ありがとうございました。兵糧がなくて多分戦えないんだな。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。まずは取引で米を買いましょう。何と申し付けよう。毎度大きい。で、そうですね、どうしようかな。政策を取り行います。目安箱を設置して皆に伝えます。あとはちょっとできることがないですね。織田が徳川に滅ぼされて佐竹も滅ぼされましたと。表情を始めます。先月の収支です。さあ米が買えましたので、攻撃をしていきたいと思いますが、その前にありがとうございました。米を買ったり修復したり、もろもろしておきましょう。今日はですね、呼び寄せで雪村を呼び寄せます。ちょっと待ってね、移動の方がいいよな。移動先は、兵力が多いところがいいですよね。雪村を呼び寄せようとしてるんですけど、上田城かな、やっぱり。で、武将が多いところ。上田から逆にこの最前線になる飯田城に人を移動させましょう。移動先の拠点が飯田城で、移動元が上田城。いいですね。であとはですね、
建設とかはできないね。築城もちょっとできないと。一人登用もしましょう。巡察も行いましょう。したら整備もしていきたいんですが、がですね、ちょっとまだできる状態じゃないですよね。それよりも優先したいことがあります。労力不足か。それでは出陣しましょう。と思ったけどまだちょっと早いな。もう1ターン待ちますか。秋田家が津軽家によって滅ぼされましたと。池田家より使者が来ております。何でしょう。心中したいと。あ、もちろん承諾します。テルマサ、娘を養女に迎えていただけませんかと。ありがとうございます。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。さあ、ではいよいよ出陣しますか。目的は海津城です。出陣するぞ。さあ、これで終了です。いざ戦場へ。一旦ですね、ここで敵を迎え撃ちたいと思います。出陣してきてますので、ここで敵と戦います。で、その間にですね、お見せしましょう。部隊がどこから出てきているかというと、村上が1700。なるほど。そしたらやっぱり正幸に関しては、この浅野幸長を戦ってもらいましょう。で、その間にですね、北から、別動隊が迫ってきているはずですので、あ、いいですね、この形です。この挟み撃ちの形、よし、これで、挟み撃ちになりましたね。これで浅野幸長は多分全滅させることができると思います。そうですね。敵を追い詰めるのだ。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。
そしたら力攻めするしかないんですよね。もう不完全になってるんで、しようか。戻ります。ご命令を。報告いたす。先月の終始です。報告いたす。さあこれで海津城が落ちるはず。兵糧は59日分ありますね。天下に問う。よし、これ海津城を落としましたので、それぞれ騎乗させます。城へ戻る。城へ戻る。表情を始めます。先月の趣旨です。そうですね、ちょっとこのターンは一旦終わりにして、城を北陸方面に1個作りたいと思います。敵が我が領内に向かっております。誰だ、どこが8600の兵差し向けたんでしょう。なるほど、総攻撃は浅野が仕掛けてきたって感じですね。そしたらですね、
援軍を要請しましょう。と思ったけど援軍は要請できないか。いやー、ここを捨てるってわけにはいかないからな。ただですよ、その隙に他の城を取るっていうのはありですよね。ところで戦闘が起きてる。ご命令ください。報告します、報告します。まずはですね、築城を1個させてくださいと思ったけどできない。実行できないと言われている。じゃあしょうがない。切る時まで戦い続けるぞ。取り囲め。いざ行くぞ。次に軍勢をね、繰り出すしかないですからね。敵に囲まれたが、敵の数は518か。まあ大丈夫でしょう、この程度の軍勢だったら。
我が方の城包囲されました。ご命令を報告いたします。さあ築城できるかな。築城できないと。そしたらまあできないものはしょうがないですね。本当はね、北陸方面の敵をねちょっと用意しときたかったんですけども、ちょっとできなそうなので、甲府城、浅野の本拠地ですね、密談するために人を送り込んでおきましょう。で、あとはですね、内通もできそうなのでしちゃいましょうね。あとは、いつも通りの兵力の増強ですね。労力不足。なんとか城を一つ守れましたので騎乗させます。よし、内通者が出たぞ。で、一通り正幸も役目を終えたので騎乗させます。今はね、まだ徳川と開戦するだけの国力はありませんから、とにかく、なんとかね、徳川と戦いにならないような状態を作りつつ、ひたすら国力を上げるということをしていきたいと思います。次の目標ですけど、戻れ。城に戻るぞ。どうしようかな。甲府城か上原城か。まあ上原城だな。上原城の部隊数はどれくらいいるのかというと700か。あ、違う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 、上原城はここ171。あ、数はやっぱり多くはないですね。なので、ちょっと体勢を立て直したら即刻出陣しましょう。ご命令を。またちょっと米が不足してきそうですね。なので取引をして兵糧を買っときましょう。毎度大きい。といっても金もないんだな。配属で移動させます。武将の数が本当に少ないな。移動先が、今取った城。ここ対象となる武将がいませんと言われた。
はい。で、軍団もちょっと再編成しときましょうね。それでは出陣しますと思ったけど数が全然足りない。我が軍略お見せしよう。承知いたしました。お任せください。出陣します。かしこまりました。雪村をあっちに向かわせましょう。これが挟み撃ち。包囲せよ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。なんなりとお申し付けよ。米を買いましょう。毎度大きに。で、こちらの兵力が2000に対して、耐久が2000あるんで一回力攻めを入れましょう。出るぞ。必ずや勝つ。天下に問う我が軍略を。村上義昭を上原城に差し向けて、雪村は城に戻るぞ。騎乗させます。浅野を滅ぼすことができたらだいぶ家臣団も充実するので、まずはそこを目指したいと思います。出陣するぞ。遠藤が最上に寝返りやがったが、表情を始めます。報告いたします。さあ、この上原城をね、攻略するところまで、やっておきたいと思います。
金がないのか。ん？何が起きた？よし、麦わら城としました。そしたらですね、このまま どうしようかな。騎乗する。この浅野の出城も攻めます。はい、というわけで、ちょっと長くなりましたので、ここで一旦終わりにしたいと思います。次回引き続き浅野との戦いを行っていきたいというふうに思っています。